皆さんこんにちは。ガチャ運次第で解説しているエルダです。今回は無課金・未課金視点から見た限定調和花火のガチャ評価と性能解説を普通プレイヤー視点で話していきたいと思います。まあ、今回も無事にすり抜けなしで花火のガチャ成功しましたということで、いつも通り解説をしていきたいと思います。限定調和2人目の花火が実装されたということなんですが、ブローニャやルアンと違った強さがあるので楽しみなキャラというところです。SP 回復に加えて火力補助も優秀なキャラで強いということだったので、早速装備とレベルだけ調整して裏庭12とかをやってみました。で、まあ、画面に出てるのがその時なんですけど、まあ、正直裏庭後半で普通にクリアできましたね。奇跡強化なしで低運の代わりにしただけで普通にクリアができたので、めっちゃ強なキャラクターだなーというのが正直なところです。その他にも漁師パーティーや未課金向けパーティーなど試してみたので、そのあたりも考慮して話していきたいと思います。それでは早速解説に行きましょう。早速ガチャの評価をしたいと思います。花火のガチャに関してはヌアンやブローニャを持っていても引いて損のないキャラだと思います。個人的には引いて大正解なキャラクターでしたね。まず花火に関してですが、バフと性能が漁師特化ではなく、どのパーティーでも入れやすい性能だったのが良かったです。これが漁師特化だとちょっと考えものでしたね。しかも持ち武器がなくても必殺技を3ターンくらいで回せるので、消費の激しい陰月や静寂でも問題はなかったですね。むしろ SP 消費が少ないパーティーの場合は余るくらいだったので、かなり戦闘が楽になったなぁと思います。また花火の性能は他の調和と被る性能でもないので、調和2枚編成などもできるのは良かったですね。ブローに花火とかやってもそれなりに持つので良かったなと思います。今後の SP を大量に使うキャラも増える可能性がありますので、パーティーの自由度も広がる花火は引いて損はないいいキャラだと言えます。それでは花火の特徴ともいえるバフの種類について紹介したいと思います。花火の角火となる部分なので覚えておきたいところですね。花火のバフは大きく3つになります。常時発動するものもあれば、スキルと必殺技で別に発動するっていうのもあります。まず1つ目は追加能力野草曲です。まず常時発動となる追加能力バフの紹介です。花火をパーティーに入れることによって攻撃力をアップするバフであります。漁師キャラがパーティーに3人いれば最大で 45% の攻撃力アップのバフを受けれます。ただこのバフは漁師キャラだけにもらえるバフではなく、その他の属性キャラにも最低の 15% は付与されるっていうものです。数値を並べた時に虚数キャラは15、漁師は45、45、45という感じです。まあ、この人数によって15、30、45が振り分けられるっていう感じですね。しかも花火は漁師キャラ1人としてカウントするので、残り2人漁師を入れれば最大バフをもらえるようになります。ただこれは漁師属性のみの最大バフがもらえるっていう条件になりますので、攻撃 15% でも問題ない場合は無理に組ませなくても大丈夫かなと思います。この 15% 分だけでも他の属性バフを付与できるのは、幅広く編成を組ませる上ではありがたい部分となりますね。続いて2つ目、スキル夢を泳ぐ魚についてです。花火のバフの中で扱いやすいバフとなります。スキルの効果は花火の会心ダメージを参照する変動値と固定値を合わせてバフの数値が決まるようになってます。そのため花火のバフを最大限生かすなら、会心ダメージを大量に積んでおけば大量のバフをもらうことが可能となります。今回は会心ダメージ176とした場合、テンプレベル5で 66% のバフがもらえるようになってました。テンプレベル5だと 16.8% プラス 34.2 となります。これは成長の途中段階なので、テンプレベルや厳選をすればさらに上げることが可能です。しかも会心バフだけではなく、行動順を 50% 速くする性能もあります。アタッカーの火力を上げつつ行動順を前倒しできるので、バフをしっかり使えるっていうのが魅力的なところですね。ブローニャよりも行動順の性能は劣りますが、使っていて特に速度が遅いなという感じもなかったので、十分な性能だと言えます。続いて必殺技とテンプによるバフです。
この2つのバフは表記は別になっていますが、効果としては1つになります。まずテンプバフについてですが、呪術トリックにより SP を消費するたび湯だめを 3% 以上アップしてくれます。これは3層まで蓄積することができ、陰月は最大通常強化でマックスまで蓄積することができます。静寂の場合はスキルを3回発動でマックスまで蓄積することが可能です。ただ先に揃ってしまうとバフは少なくなりますね。バフの数値は小さいですが、味方が誰でも SP を消費すれば全体蓄積されるので使い勝手のいいバフとなってました。必殺技の役割についてですが、このテンプの性能を引き伸ばすものとなっています。機械な謎っていうものを付与し、テンプダメージの効果を 6% 以上アップさせてくれます。そのため必殺技を使った後の表記はテンプに必殺技の合計値が表示されるように変化します。テンプレベルが1でも9% から付与され、さらに最大で3層で 27% の恩恵を受けれるようになります。テンプの発動は SP 消費と簡単なので、すぐに蓄積ができるのがいいですね。必殺技を回してさらにバフの最大値を伸ばすのを意識するといいかと思います。花火のバフについては大きくこの3つとなります。表記だけで見ると4つほどありますが、数値が合わさるものもありますね。全てのバフを受けれればかなりの火力アップにつながりますので強力ですね。グラニアでテンプレベル1で活躍できたのも、数値は低くてもバフの数が多かったことが影響していると思われます。それぐらいバフが強力だと思います。花火のバフについては強力なのが分かったかなと思いますが、調和キャラということで速度の適正値、こちらも重要となっています。基本的には134型か高速型160以上ですね、このあたりで調整が必要となっているようです。それではそれぞれの特徴について話していきたいと思います。まず134型についてです。特徴としては肌身の厳選が楽で達成がしやすいっていうのがあります。速度靴を履いてしまえばそれなりに狙える範囲ですね。特徴2つ目はアタッカーの速度が花火を超える必要があるという点です。これは火力が落ちる可能性があります。速度靴にするのか攻撃靴にするのか、そういった違いですね。特徴3つ目はアタッカーの方が速度があるので初動のバフが乗せられないというところです。アタッカーより速度が落ちてしまうので初動のバフが乗せれないというのが欠点ですね。134型に関しては厳選がしやすく、花火を速攻で使えるっていうのがいいんですが、アタッカーの調整も必要なのでバランスが難しいところかなと思います。ただ使いやすいですね。続いて高速型、理想は160以上についてです。1つ目の特徴としては花火自身の厳選がめちゃくちゃ難しいっていう点です。160って基本狙えないのでかなり難しいですね。特徴2つ目はアタッカーが火力靴を採用できるので結果的に火力アップにつながるというところです。速度靴じゃなくて攻撃力アップの靴系で良くなるのでこのあたりは楽ですね。3つ目の特徴は初動からスキルで順番を引き上げつつ火力がアップできるというところです。134型と違って花火の方が先に行動できるので火力アップができるんですよね。それぞれの特徴としてはアタッカーとの調整バランスというところですね。編成を固定にしていないと扱いづらいということもあるかと思います。そのため単純に134以上になるように肌身の厳選を行って、アタッカーの速度はそこまで気にせず使うのがいいのかなと思います。僕自身の花火の性能でいうと、裏庭クリアした時は140の速度靴でやっていました。でこの時陰月は攻撃グッズを使ってたんですが、そんなに速度が気になるっていう感じではありませんでしたね。むしろ普段より陰月がガンガン回せたので強かったように感じます。花火の行動頻度もそれなりに取れていたので、育成が追いついていない場合はとりあえず134以上を目指すということで問題はないかなと思います。続いてはおすすめの装備を紹介したいと思います。まずは公園水です。公園水で一番のおすすめは人生は遊びになります。これは花火専用の先導をしてますね。会心率と会心ダメバフが付与できるのでかなり優秀かと思います。ただ未課金で引くかと言われるとバフが物足りないということは現状なかったので無理に引かなくてもいいのかなと思います。ただこちらの公園水引くとめちゃくちゃ強くはなるなと思いますね。続いては長戦争は終わらないがおすすめです。
EP 回復効率がアップするので、必殺技による SP 回復とバフ維持に貢献しやすくなります。サポートキャラには相性のいい高塩水ですね。続いては、ダンスダンスダンスがおすすめです。必殺技によって速度のバフ恩恵が得られるからです。ただし、高速型になると速度が十分足りているので、過去と未来で火力アップを狙うのもいいかと思います。その他に編成パーティーを量子で固定するなら惑星との出会いにして味方の火力アップを狙うのもいいかと思います。応援水に関してはこの5つがおすすめとなります。続いて異物についてです。異物に関してはメッセンジャーと折れた竜骨がおすすめです。メッセンジャーに関しては必殺技で速度を上げれるので行動の遅いアタッカーを少しでも回せるようになるのは相性がいいと言えます。オーナメントは竜骨で少しでも会心ダメのバフ効果を伸ばしたいのでこちらの採用となります。イビツのメインステは銅は会心ダメ、足は速度、弾は防御か HP で、縄は EP 回復効率がいいです。サブスケに関しては会心ダメ、速度、効果抵抗、防御、HP の順ですね。で、今回こちらのおすすめに関してなんですが、基本的に漁師パーティー以外で想定しています。ちょっと漁師パーティーになると異物のバランスっていうのが変わってくるんですよね。なので漁師パーティー以外の場合はこちらを採用してください。あと漁師パーティーで運用する場合は牛骨をピノコニーに変えるのもいいかと思います。同属性の火力がアップするんでね、ピノコニーがいいです。あと同属性の場合は味方にリンクスや不弦を入れることがあってメッセンジャーの効果が発動するっていうことがあります。で、メッセンジャーに関しては重複をしないので、他のキャラと被るときは雪の密林などを採用して会心ダメージをさらに伸ばすっていうこともやってみましょう。それではおすすめの編成を2パターン紹介したいと思います。まず1つ目、リカキン向けのパーティーです。リンクス、フェラ、花火、静寂ですね。花火以外は星4構成で組めるお手軽な編成となってます。ただ静寂のスキル運によってはかなり消費しますので、一応 SP には気をつけておくっていうのが大事ですね。続いては単体アタッカー軸パーティーとなります。不弦、ヌアン、花火、静寂となります。静寂の部分を陰月だったり他のアタッカーにするといいですね。アタッカー以外はサポートキャラを詰め込んだ編成となるので、結構ねバフをモリモリにしながら戦える編成となります。アタッカーの部分なんですが、静寂、陰月以外だとアルジェンティーや渓流、ジンといったものを入れると問題はないかと思います。ただその他のキャラだと SP が余る可能性があるので、その点だけ注意が必要かなと思いますね。続いては漁師パーティーです。不弦、リンクス、花火、静寂ですね。花火の漁師バフを活かせる構成となってます。ただこの編成の場合、逆に火力が足りない可能性がありますので、不弦とリンクスを片方だけにして銀狼やアタッカー2枚など組み合わせてもいいかと思います。今回は3つの編成のみ紹介しましたが、正直どの編成に入れても活躍ができるキャラクターだなと思ってます。あとは火力が足りない、でも SP もちょっと欲しいなっていう時に入れて試してみるといいかなと思いますね。全然噛み合うのかなと思います。ただし一つだけ、持続パーティーだけは会心ダメバフの恩恵が得られないので使うのは避けてください。持続ダメパーティーはねちょっと微妙でしたね。それよりかはルアンの方が適正でした。最後に花火について注意点を話しておきたいと思います。今回の注意点は2つです。1つ目は持続パーティーと相性が悪いという点です。花火の特徴はブローニャと同じで会心系のバフとなります。そのため会心ダメを必要としない持続パーティーにおいてはバフの恩恵を受けませんので組ませないようにしましょう。花火よりをルアンの方が持続パーティーと相性がいいので、ルアンとの使い分けをするなら持続パーティーを意識するといいかと思います。2つ目はメッセンジャー対応によるバフの重複です。4セット効果の速度バフがありますが、これは重複ができません。そのため編成に他のサポートキャラがいるとバフが重複してしまうので、編成を組む際は注意が必要となります。いろんな編成で扱いやすいキャラクターだからこそ起きやすい悩みなのかなと思いますね。編成が固定になってくればそんなことはないんですが、異物については注意をしましょう。ただ花火に関しては他のキャラみたいに注意という注意は特になく、久しぶりに文句でつけようのないキャラだなと思いました。
まあ、その中でもこの2つに関しては気をつけようっていう程度ですね。まあ、ルアンと同じぐらい持っていて損をしないキャラだとも思います。こうなると今後の限定調はやばそうな気配がしますので、まあ、花火もね、ここで活躍をしてもらえるといいんじゃないかなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。